ボルンタリは、ルーマニアのイルホブ県にある町。首都ブカレストとは 1km しか離れていないことから、ブカレストの住宅街と見る向きもある。2002年国勢調査の時点で、人口は3万16人。ルーマニア人が97.6%、ローマが1.7%、その他が0.7%を占める。イルホブ県の地図。 中央の一番大きいのが、ブカレスト、16番がボルンタリであるブカレストとの間で充実した鉄道網と道路網を有し、地下も安いことから安定した経済発展を遂げており、2001年から2005年の間で町の総生産は25%増加した。しかし、依然として失業者やブカレストに通勤通学する人々も多くいる。ジョリービルガッテエリアや、 メトロキャッシュキャリーハイパーマーケットといった商業施設、ボーダフォンルーマニアの本社などが置かれている。地名はルーマニア語で義勇兵という意味で、第一次世界大戦のルーマニア義勇兵が戦後、この地に今日構えたことから付けられた。町議会の定数は19で、2008年の時点で社会民主党が17議席、民主自由党が2議席を保持している。 ブカレスト交通公団などがブカレスト行きのバスを運行している。長江バスには153、155、167の3路線がある。ブカレストアメリカン国際学校やマークトウェイン国際学校が置かれている。ありがとうございます。